今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は1万8919人でした。5日連続で1万人を超えました。新たに感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の1万8919人で、5日連続で1万人台となりました。先週の土曜日から9203人増えて、29日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。直近7日間の感染者数の平均は1万4106人で、前の週の 209.1% となりました。重症者数は昨日から2人減って14人です。今日時点の重症者用の病床使用率は 10.2%、全体の病床使用率は 37.0% です。また、70代から80代の男女2人の死亡が確認されました。